トルコキキョウは林道科の植物で、フリル状のゴージャスな花びらが特徴です。唐津市浜玉町の吉原明さんは、26年前からおよそ2000平方メートルの5棟のハウスで10種類ほどのトルコキキョウを栽培しています。トルコキキョウは冠婚葬祭にもよく使われていて、吉原さんのハウスでは今月10日頃から出荷が始まりました。今年は新型コロナウイルスの影響で結婚式や式典などの中止が相次ぎ、花の需要が激減しています。佐賀花市場によりますと、トルコキキョウ1本あたりの5月の平均単価は去年は173円でしたが、今年は114円まで落ち込んだということです。緊急事態宣言の出された後がですね、うんちも出ないくらいやっぱ落ち込みました。でも6月末現在は徐々にやっぱ回復してきて、お盆に向けて期待しています。吉原さんのトルコキキョウは10月までおよそ5万本が九州や関西方面に出荷されます。